なるほどね。手裏剣に変化させた影分身をあらかじめ仕込む。こいつの使い方がなってないな。知ってるかい、カーマを発動することでなぜ急激に強くなれるのか。もっと別のところにあるんだ。それは長い時を生き蓄積された大筒木の戦闘経験値、こいつが自身にそのまま上書きされるからだ。大筒木桃式の力がボルト！カワキ、もう少し離れてろ。目の前のこいつさえ倒しちまえばお前の心配も全部まるっと解決すんだろうがよ。やっとその気になったかよ。シンプルにてめえを倒せんならよ、それが一番手っ取り早いんだからな。これは消えるらせんか。さっきのはちょっと危なかった。くだらん薬なんぞでカーマの回答を止めたとて、所詮一時しのぎの気休めに過ぎ、今のうちに殺しておくか。変われ小僧。螺旋か。